代表、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何をするんですか？今日はここの新規のボードの加藤コーナー、新品なんですか？これ新品なんです。新規のボードって新品で、はい、今度クロス屋さんで、何ですかそれ？加藤コーナー、あ、L 字になってるんですね。そう、これをここにつけて、はい、縦をします。おお、さ、下地を仕上げるって感じですか？そうですね。うん、なるほど、分かりました。今日はそれを取ります。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。長さぴったりで裁断なんですか？ちょっと短めです。あ、短め？逆に？ちょっと短めです。ハサミで切っちゃうんですね。あ、簡単に切れちゃう。簡単に切れる。クロス屋さんあるあるで、なんかここを切る人もいますよね。端っこ斜めに、端っこ斜めに切る人も、これ切っちゃう人います。あ、斜めに、ここの、うん、斜めに切っちゃう人もいます。なんでかっていうと、ここ引っかけるな、うん、両テープになってますか？便利。なんか糊でつけるんだと思ってたんですよ。はい、両面テープでつけちゃうんですね。ちょっと爪がないから、爪伸ばしてないから剥がれてないじゃないですか。剥がれました。剥がれましたね、はい。しかも両面テープついてるから、もうすぐついちゃう。結構出しますね。もう他もできんのかな。そうですね。アタッチ終わりましたんで、はい、乾いたらレベロンで仕上げる。はい、乾いたらレベロンで仕上げる。はい、わかりました。じゃあ本日はとりあえずアタッチまでで、あ、とりあえずは、はい、今日はそうしましょう。今回はこのコーナーの付け方で終わりたいと思います。はい、わかりました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。